どうも、こんばちわんこ、すっころべいこです。仮面ライダーギーツ第32話の感想動画です。いやーごめんな、みっち。俺さ、お前のことを今週で負けるどころか、もうね、ストーリー的には完全に変えなすとかと思ってた。だってさ、勝者はギーツかバッファかとか言ってんのに、 予告のシーンで創生の女神と開口するエースとか、ギーツ対ゲーザーの映像が流れてたし、第一にずっとみんな因縁の対決なんて言ってるけど、道長が因縁つけてるだけで、エースからしたらガンチューにないって言ってしまうと言い過ぎかもしれないけど、タイクーンとかナーゴと同じで、距離の対戦相手くらいにしか見てなかったわけですからね。ずっとね、こっちとしては、エース視点というよりは、 人視点で見ていたところもあったのかなエースが負けるわけないじゃんってね。今回の手加減しないぞってのは、道長を爆鹿つためのブラフではあったし、実際今、ブースト2とか、レーザーブーストなしで、ガチでやったら、どれくらいの力の差があるかもわからないですけど、それでもやっぱり、エースが負けるわけないっていうのは、心のどこかで思ってたんですよね。今回のエースは、道長に対しても、いつものような爆かしムーブというわけではなくて、母親のために目の前のことが見えていない 状態でしたしゲームに徹する勝者になるということが第一目的だったエースならあそこでバッファーを知らせないまでも戦闘可能な状態で放置しておくなんてことはおそらくしなかったんじゃないかなと思うと終始弱い部分が出ていた状態だったと思うんですよねまあ本人も言ってましたけど2000年母親と再会するために転生を繰り返し戦ってきたんだから当たり前だろうと言われそうですけど本当にね母親の存在っていうのは 彼にとって大きいものなんでしょうね。だからこそ良くない方向で母親の味方、もっと言えばデザクラの味方をしてしまって亀裂ができたケイワと敵対しちゃうんじゃないかなとか、デザスター編の願いもゲームマスターになることだったし、デザグラ自体もこの時代から撤退してしまうから、それを引き止めるためってのと、いつもの馬鹿しムーブでデザグラ潰すのをケイワに託すとか、なんかそういう感じになるのかなとか思ってたんですよ。まあエースがゲームマスターになったところで、ニラムたちがこの 時代に留まるる理理由がが全くないんんでで割と無理がある予想だったんですけどね一応ね、ゲームマスターになったら、いつでも創世の女神に会えるようになるから、エースの本当の願いも叶うじゃんとか思ったんですけどね。いやー、改めて思うと人の心がない予想ですね、これ。でも本当にね、道中が勝者になるっていうのは予想外でした。まあ一応ね、あのまま退場するにしても、メインから外れるにしても、邪魔とかって何だったんだってなりそうではあるので、どうするんだろうなとはずっと思ってはいたんですけど、やっぱね、エースが負ける わけないっって頭ジーンだったので本当にバッサが勝者になるっていう発想がなかったんですよね。投球ゲームの時は、こいつなんだかんだ正面突破しか頭にねえって、変わってねえななんてことを思ってはいたんですけど、ギーツとの勝負よりゲームの勝者になることを優先する姿勢は、ある意味では彼の成長とも言えるのかな。道長の中でゲームの勝者になることとギーツに勝つっていうことは、道長の中でね、 ゲームの勝者になることと技術に勝つっていうことは感情としては別ベクトルで描かれていたとは思っていたんで、後戻りはできない、手段は選ばないっていう方面に変化していた道長の集大成みたいなものはあったんでしょうね。方式がね、優秀の美って言ってたの。 絶対これ嫌味で言ってたって思ったんですけど、まさか本当に優秀の美を飾るとはね。うん、しかし、すべての仮面ライダーをぶっ潰す力がね、ガチの物理だとは思わんかったね。仮面ライダーをぶっ潰す力イコールデザグラをぶっ潰す力が欲しいって意味だとは思ってはいたんですけど、公式の文言を見る限り、デザグラで開催されるたびに仮面ライダーが生まれるとそれを潰すための力が発動するみたいな願いになるんですよね、多分。物理的に開催させなくするっていうのは、まあ ま道長らしいっちゃらしいですけどね。実際、デザグラが存在しない世界だと、デザラマが生まれるだけだし、エースが母親に関しての願いが弾かれるってことは、多分ですけど、創世の女神に関しての願いは全て弾かれるっぽいんで、物理的に開催できなくさせるっていうのは、 最適解ではあるんですかね。デザグラの存在を否定するような願いを叶えようとすると、デザルマが発生するのって、なんか理由があるんですかね。あとは、ニラムはいなくなったけど、ビジョンドライバー自体は、新しく作ったのか、世界改変の際に手元に戻ってきたのかわからないですけど、チラミがグレア2に変身するっぽいんですけど、だったらすべてリセットして、元の時代に帰ればいいじゃんとも思うんですけど、道長の願いを叶えたから、創成の女神が、 今は力を発揮できないとか、そういうのがあって、とどまるしかないとかあるんですかねこの状況でもどうにかしてデタグラを開催しようとするのは、創生の女神に幸せゲージをチャージするためだったりするんですかねほんとろくでもねえな、未来人って。 今週のジーンの情報によると、三つ目がね、初代創世の女神なんですよね。もともとは理想の世界を叶えるゲームではなく、プレイヤーが勝ち取るのも、名誉を称える金貨だったっていうのは、かなり前提が変わってきましたね。名誉を勝ち取るという観点で見れば、デザイアグランプリって名前自体の違和感はないのかな映像はイメージですってことなんだけど、あんな剣振り回してる戦いに、本当に命の危機がないのか疑問ではあるんですけど、まあそこは突っ込んじゃダメか。まあでも、 視聴者目線からしたら多分くっそつまんねえだろうな。それこそね、1話2話の登場人物連続死亡退場とかで、 僕らが盛り上がったように理想の世界を叶えるゲームっていう手こ入れは番組としては大成功だったんでしょうね。ケケラあたりがケイワにお前こそ仮面ライダーだって言っていたのもケケラは初期のデザグラから見てる子参生勢だったのではと妄想できて面白いなぁとはちょっと思いました。今デザグラを見てケラケラ笑うっていうとかなり趣味の悪い人物になっちゃうけど命の危険もない名誉を称えるゲームだった頃からのファンだと思えば ケケラの印象も変わってきますよね。ケケラさんもしかして、それもっと早く言ったよって情報結構持ってんのかな推しの対空が勝てばね、デザグラで犠牲になった人も元に戻るわけだし、最後に笑えばオールオッケーとまで乱暴な人ではないでしょうけど、 そんな感じだったりするんですかね。今のところ悪い人には思えないし、ベルバはもちろんね、感情を知る前のジーンとかキュンと比べても話せる部類なんですよね。一応初期のデザグラのイメージ映像だと、みんなその剣とか防具で戦っていて、仮面ライダーには変身していませんでしたけど、三つ目が創世の女神になる前からビジョンドライバー自体はあったから、仮面ライダーそのものは創世の女神関係なくいたのかなその辺もわからんけど、 映像はやっぱりあくまでイメージなんですかね。でもどう考えても ID コアの仕様とかって創世の女神用だから、やっぱり創世の女神が生まれる前は仮面ライダーは存在してなかったのかなわからん。 やっぱり今週の引きで皆さん気になるのが、スウェルの登場とパンクジャックを含めた馴染みの ID コアの中に誰のかわかんねえコアが1個混じってたシーンだと思うんですよね。スウェルとは何者か。これはね、あの毎週水曜日にやってる配信でも色々予想があったんですけど、やっぱり三つ目自体のゲームマスターで、 今は出世してるとかなんですかね。デザグラをね、理想の世界を叶えるゲームに手こ入れした功績なんてね、すごく大きそうではありますし、まあ未来人のその感覚でゲームマスターから出世とかそういうシステムがあるのかどうかはわかんないですけどね。パンクジャックの復活も示唆されてるし、ナッチスパローもちゃんとライダーカウントされていて、でも今更賛成したところでこいつらどんな活躍するんでしょうね。エースやケイワにしても一応脱落はしてるけど、死亡扱いではい。 ないんですかねデザクラだとね仮面ライダー側がゲームオーバーになるとジャマエリアごとなくなるからとか色々あったけどこれはジャマグラだからジャマエリアは消えずにリセットされてるってなると消えた人たちとかはどこに行ったんですかね一応ね今回生き残ったそのジャマーエリア内にいたテイバの姉ちゃんはね来週も出るっぽいんでゲームオーバー扱いってわけではないんですかねそれで言うとサラさんは消えてないからカウントされてないだけなのかなジャマエリアご 消えてて死んんでもなないいいけどどエリアにいた人たちっうううのはどうなるんだろうねやっぱ消えるよね、多分、ジャマーエリアごと。特例、そうなると、やっぱりデザグラとはちょっと違うっていう描写なのかなサラさんがね、リセットされた世界にいるっていうのは、やっぱり特例というか、 デザグラとは違うんだよっていうことなのかね。この、なんか濁してる感じが、エース K は復活の呪しになるって感じなんですかね。一応ね、多分、世界がリセットされたら、ID コアは運営の元に戻ってると思うんですよ。だから、その時点で、 やっぱり死んでないとは思うんですけど、そうなると今度はバッファの ID コアは何なんっていう風にもちょっと思っちゃうんで、あれは新たにやっぱり渡されるんですかねあのバッファの ID コアも運営から道長に。それかあれか、仮面ライダーをぶっ潰す力っていうのが発動した時に自動でバッファの ID コアは道長の元に行くとかそんななんですかねだとするとやっぱりエースとケイワは生きてるっていうことになる 思うんですよね。最終的にはね、デザイアグランプリを崩壊させることが主人公たちの目的になるんだろうなーって感じではありますが、それをどのように実行するのか、そもそも何をすればそれが達成できるのかっていうのが全く見えないんで、スエル含め今後もね、どのように物語が転んでいくのか楽しみにしたいところです。これからも特撮に関しての動画を上げていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。